フランス発祥のホテル・レストランの協会ルレーシャトーとグローバルの提携で生まれた幸福の道を行く旅は、風薫る5月に美しい港町オンフルールの小高い丘に立つオーベルジュラ・フェルム・サン・シメオンに3連泊します。このオーベルジュは印象派の画家たちのたまり場となっていた宿でした。美味しいお料理が有名で、予約がなかなか取れない人気のオーベルジュです。春には広大なフランス式庭園の木々が芽吹き、ルネサンス様式のお城とともに絵画のような光景を作り出すシャンティの町。そのお城の庭園に囲まれたオーベルジュには、設備の整ったお部屋と美食を提供する一つ星を誇るグルメレストランがあります。2連泊する滞在中は、お城の敷地内というロケーションを生かし、ゆったりと城内の絵画コレクションをご覧いただけます。グローバルとルレーシャトーによる旅をぜひご体験ください。